これやるか。これ持ってくか。まおちゃん。今んとこ怪しいやつはいないな。怪しい人いないかなってうろちょろしてて、まあ庄司さんがいたのを見て、真央ちゃんがいたのを見て、フードコートに、でそのままガーッと左下に行ってオフィスのとこ行ったのね、はい、そしたら安内さんがオフィスから出てきたのよ。出た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 。そうで下いないかなと思って奥に行ったら小雨が死んでました。あざまでー。それは俺の見過ごしだ。シンプルな。それは見過ごし。いやでも僕も実際その安内さんはちょっと黒く見えてた、うん、いや多分見過ごしの可能性低いです。僕その死ぬギリギリまで見てました今。アンナイさんでーす。アンナイさんでーす。最初から小雨と一緒にいました。アンナイさんでーす。それはない。小雨と一緒にいたのはない。絶対最初から。いや絶対アンナイさん。先に飛ばされた後、兵器研究所に小雨とアンナイさんがいるのを残してハテナは出てってるんで、もう最初からずっと二人でいました。アザモルでーす。じゃあ最初からいない。ちょっと待って。でもさ、ちょっと待って、マオちゃん、俺のさ白要素出しよう。俺さ、マオちゃんとさ、ないってないって。待ってよ。ないってよ。あ、いいね。マオちゃんいるからちょっと助けるか。いた。なんだなんだこれ。どこ、あっちってこと、俺ってこと。俺じゃないだろ、バカか、お前。バカか、お前は。俺じゃないだろ、明らかに。どうしよう、これ誰かと行きたい。うわっ、やばっ。こいつやばいやろ。最悪や、こいつマジ。これ多分ハテナだな。一生逃げてる。あれ絶対ハテナでしょ。一生逃げてるよ、ほら。ね、見て、あれみんな。めちゃくちゃおもろくない？あの光景。真央ちゃんもなんでか、いや、俺と組んだ、お前、バカか！びっくりした、なんだ、びっくりした。はい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 。アンデさんがよく言うやつ。はい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 。アンデさん、これしか言わないよ。みんな聞いてて、今度。アンデさん。はい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 。今回マジでわからないです。どうしよう、これ。全然展望が見えへん。どうしよう、これ。どうしよう。だ、どうしよう。どうしよう。どう立ち回ろう、これ。あかんわ、これ。どうするこれ。どうしよう、これ。どうしよう。やばい、やばい、やっちゃった、やっちゃった。俺、やばい、やばい。また夫婦喧嘩だよ。音ビリビリしとる。やった、クラブ叫べたのに。夫婦喧嘩だ。そのこと。楽しそう。俺も入れてよ。俺も入れてよ。えい、えい、えい、えい。ちょっと待ってよ。楽しいね、遠足って。ちょっと待ってよ。ちょっと待っててよ。ねえ。なんだ、思い詰めてるのか。どうした？なんだ今。え？ちょっと待って。みんな見てみて。え？私を助けて。マオちゃん、そんなに思い詰めてたのかい？マオちゃん、俺でよかったら話に乗るよ。相談に乗るよ、マオちゃん。ねえ、なんで触って逃げるんだい。マオちゃん、待って。マオちゃん、待って。いや、助かろう。あ、俺、やられない？これ、大丈夫？ああ、平気？
もう安西さんと目合うだけで俺やられんちゃうかって思うんやけど今。任務がフードコートしかなくて、もうメイプがなくて、私は勝利さんの後ついてたんですよ。泣いてる、かわいそう。安内さんが柴三郎さんをいじめてて、なので私は安内さんかなと。いや、違うのよ、違うの。真央ちゃん、真央ちゃん思い出して、思い出して。アテナからも一つあります。なになになに。フードコートの任務をやってたのは柴三郎さん、安内さん、真央ちゃんと3人です。はい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 、はい、翼三郎さんだけが任務を達成した後に緊急の妨害タスクが入ってました。はいはいはい、はい、インポスターだったらこのタイミングあんなにもバーが進んでるのにタスクを終わらせるとは思いません。はい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 、アンナイさん、あなたがハニーです。はい、終わり。マオちゃん、マオちゃん、ちょっとマオホーだし、久々に誰釣る、誰釣る。アムルさんがいたらアムルさんにするよ。なんでだよ、なんでだよ。じゃあどうする。なんでだよ。おかしいだろ。フードコート今なんか、うん、あれ来たんでバーで走って、はあはあ、セキュリティールームのとこ差し掛かった瞬間にコサメちゃんがマオちゃんを殺して中に入っていきました。あら、やったんか、コサメ。下手。見られてるぞ。いや、すごい。お前見られてるな。後ろ2メーターぐらいの位置に俺おったからね。まあ、とりあえず一人吊るせばいいんじゃないですか。そうだね、コサメね。お前だろ、カス。口悪い。違うよ、本当に。いや、コサメだよ。うんうん、本当見てた。じゃあ話聞くわ、一旦話を、うん、そのスキンで見てたわ、ちょっとどうかと思った。一番目立つスキン。見間違いってことない。見間違い、ワンちゃん見間違いなんじゃない。いや、確か白黒やからワンちゃん正直だったかもしれへんな。赤黒だもん。白黒で赤黒だよ。確かに随分似てるかもね。確かに同じ。そんな似てねえだろ。ほぼ同じ。似てるの。そうだよ。翔さんするか次。安内さんの方が似てるでしょ。え？T シャツの方が白黒で。本当だ。確かに猫じゃなくて犬やったかも。いや、僕じゃないよ。僕じゃないよ。安内だ。怪しい。やめろ。安内だ。めっちゃ怪しい。安内だ。安内じゃん、釣ろうじゃ。安内さん釣ろう。お前は釣れ。これだけだ。アナさん、ズロ。アナさん、ズロ。くっそバカめ。バイバーイ、コサメ。バイバーイ。もうやだ、一歩したコサメ。ヘタヘタヘタ。ヘタヘタヘタ。ルーム、今、お前の心臓を掴んだぞ。今すぐクリエイターサポートを甘いにしないと、この心臓どうなってもいいのか。エージェントがいい。エピックさんいいですか。私、エージェントの希望をしたんですけど、どういうことでしょうか。ねえ、ちょっと待って、もう最悪や。え？怖っ。あの人怖っ。いや、よう見るな、アンナイさん。アンナイさん、よう見るわ。ハテナがやってないんだったら、ハテナがやったんだったら、あれ、てかこれ入れないとダメだわ。え、小宵さん、小宵さん、アマルさんに会いませんでした、最後。ワープする前。え、小宵ちゃんじゃないの？会ってないよ、アマルさん。小宵ちゃんいるよ、小宵ちゃん、小宵ちゃんいるよ、小宵ちゃん、小宵ちゃん。待って待って待って、入れてない。待って、アマルさんが、押して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 、っていうところまでついてきて、うるさいな、もう。小宵さんが、うるさいな。こゆちゃん、楽しいね。僕はさ、今いい気分なんだよ。僕はすごくいい気分なんだ。こゆちゃん、楽しいね。うんうん。うんうん。
うわこれどうすんだろう。最悪だマジで。危ない、え、危ない危ない、かわいそう、すごさん最悪なんだけど。わかりました。はい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 、よかった私が見つけた。あーよかったね、よかった。いやいや見つけない方が面白かったけどね、 YouTube 的には。真央ちゃん、そういうこと言っちゃう。そうだよそうだよ、 YouTuber 的にはなんか見つけない。いやいやもうずるいから。いいいいいい、関係ない。大丈夫大丈夫、ずるいよ。まあ俺はインポスターじゃないから、タスクどんどんこなして勝ちちゃい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 。またのっさんいるやん。ねえまたのっさんいるって。あのっさんいつもあそこいんなマジで。一緒にいたので。誰と？つばさぶろうさんと。ああね。すれ違ってるのね。つばくん。はい。投票ってできるかな？投票。つばさぶろうさん。やば。あ、ね、投票できないの？投票ですよね。つばくん。つばさぶろう。あ、そうそう。そうや。ああ。できないや。負けたー。セルフしたんだよ今宵。つばくんが。つばくんが無操作のこと確認してキルしてセルフしたんだよ。こいつ。本当に申し訳ない。これでも本当に、おい本当にとおかしいぞ。なんで俺無操作やねんこれ。おい。いやそれな。それはそう。絶対おかしいやろこれ。